開演の桜井賞に二宮和成、松本潤、相葉正樹の安定感、結成から25年、逆風を吹き飛ばす嵐の国民的、底力を検証する国民的アイドルグループ嵐の歴史は、今から25年前に始まった。1999年の9月15日、ハワイでデビュー会見を開き、11月にシングル、嵐でデビュー。その後、NHK 紅白歌合戦の大トリや司会を何度も務めるほどの存在となった。 2021年からはグループとしての活動を無期限休止中だが、大野里氏を除く4人はソロで精力的に活動している。中でも、この夏、目立っていたのが桜井翔だ。パリ五輪では、日本テレビ系の中継キャスターを務め、現地まで飛んでリポート。並行して、桜井有吉座夜会、t b s 系などのレギュラー番組をこなし、さらに連ドラでも存在感を発揮した。笑うマトリョしか、t b s 系で演じた若手政治家聖家一郎役だ。 原作は、早見和正による同名小説。ネットニュース、演技派ではなかった桜井翔が絶賛されている理由、デイリー新調には、その担当編集者によるこんな裏話が紹介されている。早見さんは、謎多き政治家、聖敬一郎というキャラクターがとてつもなく大好きとのこと。その人物を描くにあたって、桜井翔さんをイメージして描いていた、ともおっしゃっていました。映像化に際し、桜井さんに演じていただけることになるとは。結果的に当て書きとなったわけだが。 その仮面的な人物像をわかりやすく演じてハマり役にしたのは桜井の力だろう。演技派ではない評価を覆す熱演。ただ、ネットニュースのタイトルにもあるように、彼はこれまで演技派というほどの評価は得ていない。嵐の中でその評価を受けているのは二宮和成や松本潤だ。二宮はハリウッド映画伊王島からの手紙などで知られ、松本は花より男子シリーズ TBSK での活躍が嵐そのものの大ブレイクにつながった。 一方、桜井はニュースゼロ日本テレビ系のキャスターや桜ップとも呼ばれるヒップホップ誌の書き手といった印象の方が強い。にもかかわらず、最近は役者業にも精力的で、決して得意ではないと見られていたアクションにも挑戦。昨年の大病院選挙と新空港選挙ともに日本テレビ系では危険に巻き込まれ続ける主人公を熱演して、嘘だろというセリフがバズったりもした。アラフォーにして新境地を開拓するのはなかなかできることではない。 これはやはり、彼の並外れたバイタリティ、さらにはタフな心身のなせる技ではないか。ファンなら誰もが知っているように、彼は幼稚者、小学校からの慶応ボーイ。嵐としてのデビューは高3の時で、そこから大学卒業までの約4年半は、学業との両立に苦労した。大学3年の時には、後期試験と初のレンドラ主演が重なり、楽屋にまで勉強道具を持ち込んで乗り切ったという。慶応の機関士 見た評論のインタビューによれば、親から、もし嵐を続けるんだったら、留年したら学費は自分で払え、と言われていたそうで、本人は、まあ、維持でしたよね、笑い、と振り返っている。ちなみに、父は当大卒の官僚で、後に総務省の事務方トップにまで上り詰めた。都知事選への出馬が取り沙汰されたことも、記憶に新しい。そんな父を含め、彼の周囲には芸能活動に好意的でない人も多く。 それを見返すためにも、学業と両立しながら嵐として成功したかったわけだ。